土よの馬市昔ある長者様の屋敷に馬の世話をしている若者がいました若者は毎朝馬に食べさせる草を狩りに山へ行きます ある朝、話し声が聞こえてきたので見てみると、それはこの山に住むゴンスケギツネとサンスケギツネでした。なあゴンスケドン、お前と俺と組んで金儲けをしないか。はあどうやって。 明日はとちおのうま市だからおらうまに化ける。おまえは毎朝ここに来るあの若者に化けておらをうま市で売ってくれ。それは面白いおらうまになって買われたら夜中ににげてくる。よし三助どおオマがここへ帰ってきたら。 二人でお金を山分けしよう若者はこれはいいことを聞いたと思いました夜が明けると若者は三助狐のところへ行きましたおい三助どん迎えに来たぞ。 すけどんずいぶんはやいなそれにしてもおまえあのわかものにそっくりだよーしおらもじょうずにばけるぞ三助ギツネはくるんとまわり長者の馬そっくりにばけました 「たくさんの馬がずらりと並ぶとちおの馬市に三助狐が化けた馬もうまく紛れ込んでいます」「そこに一人の旦那が来ました」お「おおこれは長者様の馬じゃないかいくらかな」「はい五両か六両 というところでしょう。うーん五両ならわしが買おうはいそれでよござんす馬は五両で売れました若者は長者の家に戻ると台所で働くお女中さんにもし馬を返せという旦那が来たら。 それはキツネかもしたんーとごちそうして酒もうんと飲ませてくれしっぽを出すかもしれないから」と頼みました <laughs> さて三助ネは夜になるとキツネに戻りコーンコーンと馬屋から逃げ出しました。 おい、ゴンスケドン、戻ったぞ。サンスケドン、お前どこ行ってたんだ。うまいちだよ。お前おらをご料で撃ったじゃないか。そら、おいらじゃない。今朝お前を迎えに行ったけどどこにもおらんかったぞ。何？それならあの若者は本物で。 きのうオラたちのはなしをきいていたのにちがいないそんならあのおかねとりかえしにいこうよしきたきつねたちはうまをかっただんなとそのおともにばけてちょうじゃのいえへいきましたごめんください。 市でこの家の馬を買ったものだがその馬に逃げられてしもうたんで金を返してもらいたいまあそれならどうぞお上がりください。ふたりはごちそうを食べお酒をたんと飲んで酔っ払いでっかいしっぽを出しました。とそこに。 やっぱりお前たちはキツネだったか若者が出てきて追い払い二匹のキツネはやっとこうせっとこうにげていきましたやーいキツネもう悪さをするでねえぞそのあと若者は馬を売ったお金をあの旦那に返しに行った ということです。